やってきました、ホイ4の時間です。今回はタイトルにもあるように、工場数をどれくらいまで伸ばせるのか、いろいろと試していきますよ。なるほど、工場数を増やすとなると、いろいろ方法が考えられるから、それはそれで面白そうだな。そういうことで、早速やっていきましょう。そういうことで、まずはざっくりと、どれくらいまでなら工場を増やせそうかから考えていきましょう。多分、工場は州の建築スロットに建てていくのだから、その上限とホイ4世界の州の数の積になるんじゃないのか？確かに、ざっくりというよりも超雑に考えると、州の建築スロットの上限 25× ホイ4世界の州の数約800で、2万と見積もることができます。しかし、上限25まで建物を建てられる州となると、実際にはモスクワや関東といったような、大国の首都クラスの州でないとダメなんですよね。確かに、そういえば州ごとに特性があって、それによって建築スロットの数も変わってくるんだっけ？そうですね、例えばモスクワなら巨大都市化した地域、その隣のルジェフなら牧歌的地域といったような感じで、州ごとに初期建築スロットの数が設定されています。また、産業研究によって、スロットの数は研究一つごとにプラス 20% されるので、最終的には初期スロットの数の2倍までなら建物を建てることができます。なるほど、つまりはルジェフみたいな州だと、産業研究をしてもスロットの数は4にしかならないから、最大の25には全然届かないのか。まあ、初期条件が少なくとも、国家方針やディシジョンで建築スロットを追加することができるので、例えばジブチのような初期スロット例の州でも、工場を建てることはできるのですが、後で紹介する、ぶっ壊れディシジョンを除いて、そこまで多くの建築スロットをこじ開ける国家方針やディシジョンはないので、上限25に到達させるのはきつい上に。一旦州の所有が変わると、国家方針やディシジョンで追加された建築スロットは半分になるという仕様もあるので、すべてのスロットに25の工場を建てるのは無理と言えます。そうなると、工場数2万なんか無理だし、州って太平洋の小島やちょっとした飛び地で水増しされているから、工場数1万も難しい気がするな。そういうことで、工場数を増やす難しさが分かってもらえたところで、まずは成功法での工場数の限界を試してみましょう。ということで、まず最初はブルガリアで全世界を併合して、併合度を 100% にした上に統治法を過酷なノルマにして、125% の工場を絞り取れるようにしてみたぜ。まあ、皆さんご存知だと思いますが、ブルガリアの正教会の国民精神によって、併合度がプラス 0.15 されるので、過酷なノルマというきつい統治法でも、併合度 100% を維持できてしまうんですよね。しかし、そんなブルガリアでも、総工場数は5347と、多いことには多いが、そこまで驚くような数にはならなかったな。さて、お次はほぼ全世界を中核州にできるバニラ唯一の国家、無政府主義スペインです。ほぼ全土中核州ということで、期待していたのだが、結局総工場数は5488と、ブルガリアとそこまで変わらない感じになったな。やはり、成功法だと、6000弱くらいが限界みたいですね。そういうことで、成功法の限界が知れたところで、ここから先は片足をバグ技に突っ込んだ方法で工場を増やしていきましょう。そういうことで、まず使っていくのは、ソ連の国家方針にあるコメコンです。まあ、コメコンの効果は単純で、傀儡国の工場を 50% 引き抜くというものだが、そもそも傀儡国の種類によっては、75% 工場を引き抜けるので、組み合わせることによって、125% 工場を引き抜こうってやつだな。そうですね、それだけでももちろん強力なのですが。今回はさらに、ブルガリアのフェルディナント一世の力も使っていきますよ。いや、確かにフェルディナント一世もコメコンみたいに、傀儡国の工場を 40% 引き抜く効果を持っているのだが、数値的に、コメコンの 50% の方がいいだろ？実はですね、先ほどのフェルディナント一世の工場を引き抜く効果って、こちらの国王フェルディナントの傀儡という国民精神を傀儡国につけることで機能しているように見せかけているんですよ。そうだったのか、まあでも結果は同じなんだし、別にいいんじゃないのか？いえ、ちょっとまずいのが、この国民精神ってブルガリアの傀儡でなくなっても消えないんですよ。さらに、これって先ほどのコメコンも同じで、コメコンもソ連が宗主国でなくなっても、消えることはないのです。さらにさらにまずいのが、これらの国民精神って宗主国へ工場を50または 40% 供出するというだけの効果なので、一旦ソ連とブルガリアの傀儡にした後ならば、宗主国がどの国になっても、国民精神をつけられた国は 90% 工場を渡さなくてはならないのです。
つまり、統合傀儡国や協力政府みたいな、75% 工場を差し出す効果と組み合わせて、165% も工場を引き抜くことができるのか。そういうことで、ガバガバ効果によって、民需工場を10個しか持たないのに17個供出しているエストニアがこちらです。使える工場がマイナス7って、なんだか見ていてかわいそうだな。また、先ほどちょっと話しましたが、基本的には工場スロットはそこまで大量に増やすことはできないのですが、ちょっと前の動画でも紹介した、ソ連の工場移転ディシジョンは、公式が意図しているのかどうかわかりませんが、パキスタンから東のアジアから太平洋の小島までなら、工場スロットを24や25まで増やすことができてしまいます。まあ、詳しい内容については、前の動画のリンクを概要欄に貼っておくから、それを見てきてくれよな。そういうことで、先ほど言った手法を組み合わせた結果、総工場数は1万を超え、最終的に13,521にまで到達しました。コマンドを使いまくっても、ここまで到達するのには結構時間がかかったな。そうですね、工場移転のディシジョンに時間がかかりましたからね。そういうことで、今回の工場の限界挑戦はここまでに。するつもりはありませんよ。皆さん、今の傀儡国を用いた工場の 100% を超えた引き抜きを見て、何か思いませんでしたか？そうですね。傀儡国の連鎖を作れれば、福利計算のように工場を増やせるのではないかと。いやいや、そもそもホイヨンのシステム的に、傀儡国が傀儡国を作るのは無理じゃないのか？そうですね、確か傀儡国だと講和会議で他国を傀儡にできなかったと思いますし、例えば、今出ているように、傀儡国として満州などを持つ日本がイベントで中華の傀儡国になると、このようにして、持っていた傀儡国との関係は切られてしまいます。ほら、やっぱり傀儡国の傀儡国なんて作れないんじゃないのか？いえ、実はホイヨンではこのように宗主国が傀儡国になると関係を強制的に切られますが、その逆、傀儡国が傀儡国を作ることに関しては、全く問題ないのです。ガバガバじゃねえか。そういうことで、傀儡国の連鎖を作るために、今回悪用していくのがこちらの中華民国の国家方針にある、軍閥を従属の国家方針です。まあ、この国家方針自体には問題はないのですが、軍閥って国家方針を中華民国のものに切り替えることができるので、すべての軍閥の国家方針を中華民国のものに切り替えれば、理論上はすべての軍閥を傀儡国の連鎖に含めることができます。また、満州の独立ルートにも軍閥を従属させる似たような国家方針があり、これも使うことができたり。それ以外にも、中華共通ツリーに日本を従属させる国家方針があるので、これらを活用すれば、最大で7つの傀儡国を連鎖させることができるでしょう。しかし、イベントでの従属はランダム要素なので、7連鎖を作るのは難しく、今回は妥協して宗主国から順番にソ連、満州、西北三馬、新疆、日本のような感じに連鎖を作ってあります。もちろん、すべての傀儡国には米根と国王フェルディナントの傀儡をつけてあるから、統合傀儡国にしておけば軍需工場を 165% 引き抜くことができるぜ。そういうことで、現状日本には2180の軍需工場しかないのですが、傀儡国を経由してソ連に送られると、16,858 まで軍需工場が増えます。まあ、2180×1.65 の4乗が16,158だから、おおよそ一致しているな。そうですね、ズレは多少ありますが、途中の傀儡国が工場を持っている場合もあるので、それによる誤差だと思います。そういうことで、あとはシベリアの奥地にも工場を建てたら、ソ連の総工場数はなんと2万を超えました。最初にも言ったように、すべての州に25工場を建ててようやく2万に到達するはずなのだが、フェルディナントの傀儡と米粉をつけた傀儡連鎖とかいう、実中発布公式が意図しない方法によって、バニラでも達成してしまったってことだな。そういうことで、今回の工場数の限界に挑戦は以上になります。まあ、今回は大幅に限界を突破できただろうからここまでにしたが、頑張って傀儡連鎖を7連鎖にしたり、スロットを増やす国家方針を一つずつ探して増やせば、まだまだ増やせる可能性は大いにあるから、みんなも工場数の限界に挑戦してみてくれよな。さて、そういうことで、今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。